李朝生、1940年10月20日台は、中華人民共和国の政治家、外交官。第9代外交部長、第16期中国共産党中央委員を経て、第11期全国人民代表大会常務委員会委員、全国人民代表大会外事委員会主任委員を務める。1940年10月20日に、中華民国の山東省に川県に誕生する。 1964年に北京大学を卒業し、中国外交学会職員として勤務した。北京外国語大学大学院でも学んだが、1968年の文化大革命により、三省省や厚生省などに解放された。1970年に中華には大使館員として復職した。外交部情報局勤務が長く、報道局長を経て、 1990年に外交部部長処理となった。その後1993年に国際連合大使、1995年に外交部副部長となり、1998年3月16日に中アメリカが州国全権大使に就任する。2001年1月、副部長として外交部に戻る。2003年3月17日、 第10期全国人民代表大会第1回会議において、温家法内閣が成立し、李は外交部長に任命された。2007年4月27日、全国人民代表大会常務委員会の決定により、李は外交部長を退任。2008年3月の第11期全人代第1回会議において、全人代常務委員、全人代外事委員会主任委員に就任。 2012年12月31日、新設された、非営利団体、中国公共外交協会の初代会長に就任した。2004年11月27日、没有日本援助、中国なり行、中国人民の、移行事故的力量、知恵、佐だ神話自身、兼事故的国家。2005年4月17日、中国政府従来没有通る。 吹き日本人民時必ず向き日本、人民道権的こと、主要的是日本政府、通る両一系列、外中国人民感情的事情。2006年3月7日、1位伊沢国間告げ我、伊沢国人なり不の理解、日本的親王看護と、こと、不合道徳的こと。是徳国人的。他、二の公没有、家徳国、人気徳。 六あるもの意分子表示高潮拝ありがとうございます。